我が家の家電シリーズ、第3弾ん3弾でよかったですかね、ヘルシオお茶プレッソの、ご紹介を、したいと思います。まあ私ですね、いつも、抹茶通を、ご覧いただいてる、方、抹茶あれどこで手に入れてるんだと、買ってるのっていう質問を、受けたことがありますけども、まあ見ていただいている方ですね、気づいた方もいらっしゃると思うんですけれども、自分で作ってると、いう、セリフが中に、入ってた、と思うんですけれども、この機械でですね、抹茶を作っております。でこの機械はですね、お茶を、抹茶にすることが、できるミルがこちらについてまして、で、その抹茶をですね立てる、機械が、こちらに、ついているという形になります。でまずですね、今日は今抹茶通でもうこれ使ってるんですけども、これは福岡のやめ茶ですね、お茶をですねまずこちらに、投入します。それで、こちらの、引くを、押していただいて、スタートボタンを、押していただきます。お分かりになりますでしょうか。これ薄になってまして、上から投入したお茶を、ここで、薄で引くわけですね。で引いたお茶が、こちらの、トレイに落ちてくるという仕組みに、なっています。ちょっと見てみましょうかね。こんな感じですね。見えますかね。これ抹茶が落ちてるのは見えると思いますね。それでですね、ここで引いた、抹茶をですね、こちらに入れて、お茶を立てるという、機械になります。まあ茶筅で立てたお茶に比べますとですね、やっぱちょっと泡立ち感みたいなものは少ないんですけども、まあまあですね、ちょっとお寿司屋さんで飲むようなお茶というか、そんな、美味しいお茶が、飲めるので、まあ我が家では、結構、稼働している、機械になってますね。ちょっとこれ引くまでにですね、時間が、ちょっとかかりますので、この辺りで一旦、中断を、させていただきます。はい、これでですね、引き終わりました。で、引いた抹茶はですね、このような形で、ここに、落ちるようになってますですね。で、まあ普通のコーヒーメーカーのようにですね、後ろに、水が、入るようになってまして、これですね、引いたお茶は、こちらの、入れ物の方にこう入れてもらいます。で、蓋をしてもらって、セットします。で、まあ、オン茶とラテが、選べるような形になってるんですけど、今日はオン茶で、スタートしたいと思います。まあ、そうするとですね、あとは原理的にはですね、普通の、コーヒーメーカーと同じですね。後ろから水を引っ張ってきて、その水を、ヒーターで沸かして、この抹茶を投入した入れ物の中にお湯を入れていくと、そしてですね、これちょっとどういう原理で、回ってるのかはちょっとごめんなさい、私機械的なことわからないんで、何とも言えないんですけども、まあ、中でですね、こう先ほどちょっと見えたかもしれないですけども、歯車のようなね、ものがですね回転するようになってますね。その回転で、多分磁気じゃないかなと思ってるんですけど、磁気か何かで回転して、中のお茶を、泡立てるというような仕組みに、なってますですね。
でね、このね、ゴボッゴボッっていうね、この音とですね、まあ、ここ湯気が出るんですけども、こっから出るですね、このお茶の香りがですね、これすごくいいんですよね。まあ、うちにはね、まあ、一応うちも和室あるんですけど、こうちょっとね、落ち着いたような和室のところにこれ1台こう置いてあって、こうね、コポコポコポっていう音をさせて、お茶を入れたらですね、これさぞかし美味しいんじゃないかなっていう、気がいたしますですね。まあね、抹茶通はですね、抹茶通で、やっぱり外で景色のいいところで、飲みますんでね、やっぱりすごく美味しいんですけれども、まあこの機械を使ってね、家で飲むお茶もですね、悪くはないですね。まあ美味しい、お茶で、いただくことができますですね。もうすぐ、お湯の投入が終わるんじゃないかなと思いますね。こうかなりグラグラいってますね。こんな音です。うわ、すごいいい匂いですね。うわ、いい匂い。で、お湯の投入が終わりますと、こう今カタ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 って聞こえますかね。はい、これ今お茶を立ててるんですね。かき混ぜて今お茶を立ててる状態ですね。おもう部屋中にですね、このお茶のなんていうんですか、こうフレッシュな、匂いがですね、もう染み渡るような、ほんといい匂いですね。はい、これで完成ですね。で、完成しましたらですね、こちらの、レバーロックを外してあることを確認していただいて、このレバーをですね、下に、下げてもらうと、お茶が出てきます。はい、はい、どうですかね。私の立てたお茶と比べてどうですか。こっちの方がうまそうですかね。じゃあ、いただきます。ナムコ屋総本舗、懐かしいな。東京にいた頃は懐かしい。いただきます。あー、我が家でのもうちょっとうまいな。あー、うまい。ところで、毎日の、家電製品飲むもんばっかりかと、いう声が聞こえてきそうですけれども、実はですね、まだ続きます。バカですね、本当に。いくつ持ってるんでしょうね。まあ気にしないでください、バカですので。まあ今日はヘルシオお茶プレッソ、こちらをご紹介しました。まあぜひね、おすすめの、商品になりますので、まあもし興味のある方は、買ってみていただいたらと思います。